それでは時間になりました。筒井さんをディスコードの拍手でお迎えください。はい、それでは、今から Python 3.9 からの新定番 ZoneInfo を使いこなそうというタイトルで発表を始めます。まず最初に自己紹介をします。筒井と申します。普段は六本木のフィンテック系企業で Django を使ってウェブサービスを作っています。いろんな Python 関係のコミュニティにも関わっています。Python ブートキャンプ、湘南パイ、Python チャリティートークインジャパンなどといったコミュニティに関わっています。2013年の PyCon APAC、2014年の PyCon JP ではスタッフもやっていました。今日のトークはこの3点に分けてお話しします。まず1つ目は Python 3.9 から登場した ZoneInfo というモジュールについて概要の説明と基本的な使い方について解説します。2つ目は ZoneInfo を使っていてよくあるエラーとその対処法について解説します。最後3つ目は ZoneInfo に関連する周辺知識についてお話しします。このトークのオーディエンスに求める前提知識はご覧の通りです。 Python のチュートリアルまたはそれに準ずる入門書を読んで自分で Python コードを書いたことがある人を想定しています。そしてここで唐突に宣伝というタイトルのスライドが登場しましたが、これはこのトークに関連する話です。私は現在、技術評論者さんから出版される Python 実践レシピという本を書いています。これは共著の本なのですが、私が共著者の一人です。本の想定やページ数、価格といったところはまだ未定なのですが、来年の2020年1月頃に発売予定となっています。内容としては、2015年に同じく技術評論者さんから出版されたPython ライブラリー厳選レシピという本を大幅に加筆修正したものです。Python の規則的な文法やよく使われるモジュールの使い方などについて、要点を押さえて解説しています。今日のトークのテーマである ZoneInfo についてもこの本に載っています。今日のトーク内容はこの本の内容の一部をアレンジしたものをお話しします。では本題に入ります。まず一つ目、ZoneInfo の概要の説明と基本的な使い方についてお話しします。 ZoneInfo とは何か。 ZoneInfo とは IANA タイムゾーンデータベースを扱う機能を提供する Python の標準モジュールです。 IANA タイムゾーンデータベースというのは、インターネットアサインドナンバーズオーソリティ、略して IANA が管理している世界各地のタイムゾーン情報を収めたデータベースです。このデータベースはほとんどの OS に内蔵されています。ZoneInfo の誕生の経緯について説明します。2019年5月15日のポール・ガンスルさんによる提案が始まりでした。この提案の内容は Python ソフトウェアファウンデーション、略して PSF のブログに載っています。提案の内容を要約したものがこちらです。まず Python はバッテリーズインクルーデドな言語のはずなのにタイムゾーンに関する機能が足りないのではないかということを言われています。このバッテリーズインクルーデドについて補足の説明をすると、これは Python は標準機能だけで必要なものが全部入っているように、揃っているようにしようという哲学のことです。日本語に直訳すると、電池内蔵という意味になりますが、例えば腕時計だとか電卓のように、初めから電池が入っていて、買ったらすぐ使える製品のようなプログラミング言語にしたいという考え方を表しています。で、提案の内容にまた戻りまして、
IANA タイムゾーンデータベースは、タイムゾーンデータの実用の標準で多くの OS に内蔵されています。これを参照する標準モジュールを追加してはどうかということを提案されていました。かくして、ゾーンイーゴに関する PEP、Python Enhancement Proposal の PEP615 が作成されて実装されるという経緯になりました。タイムゾーンを扱うといえば、ゾーンイーゴ登場以前には PyTZ というサードパーティーライブラリーが定番でした。ゾーンイーゴと PyTZ は何が違うのでしょうか。次のスライドで主な違い2点についてお話しします。まず違い1つ目です。先ほど話したように、ゾーンイーゴは OS に内蔵されているタイムゾーンデータベースを参照しています。それに対して PyTZ はライブラリー自体にタイムゾーンデータベースが内蔵されています。つまり PyTZ はタイムゾーンデータベースが更新されるとライブラリー自体のアップデートが必要ということになります。違い2つ目です。ゾーンインフォは Python 3.6 からデートタイムモジュールに追加されたフォルト属性というものに対応しています。それに対して PyTZ はフォルト属性には対応していません。この説明は、フォルト属性が何なのかを分かっていないと、ちょっとピンとこない説明かもしれませんが、フォルト属性については、次の基本的な使い方の中で一緒に説明していきます。はい、では、ゾーンインフォの基本的な使い方についてお話しします。お話しするのは次の2点です。まず1点目はゾーンインフォクラスの使い方について。ゾーンインフォモジュールはいろいろな機能がありますが、皆さんが実際に使う際は、ほとんどのケースではゾーンインフォクラスしか使わないはずなので、今回はゾーンインフォクラスの使い方を中心に説明します。2点目はゾーンインフォクラスとデートタイムオブジェクトを一緒に使う方法について説明します。この説明の中で、フォルト属性についての説明も一緒にします。では、ゾーンインフォクラスの使い方についてお話しします。使い方はとてもシンプルです。ゾーンインフォの引数にタイムゾーン名を指定すると、そこに該当するタイムゾーンを扱うゾーンインフォオブジェクトが作られます。今、スライドで見てもらっているこの例では、日本時刻を扱っています。オブジェクトはタイムゾーン名ごとにキャッシュされるので、何回同じタイムゾーン名のオブジェクトを作成しても、同じインスタンスを使い回します。なので、定数化しなくてもメモリーを無駄遣いするといったことはありません。ゾーンインフォの引数に指定できる値は、Available Time Zones という関数で調べることができます。Available Time Zones 関数の戻り値はセット型、集合型になっています。この中に先ほどの例で指定したアジア、東京も含まれています。アベイラブルタイムゾーンズ関数の元道に含まれていないタイムゾーン名を指定すると、ゾーンインフォノットファウンドエラーという例外を創出するので注意してください。この例では、ゾーンインフォクラスにスパムというタイムゾーン名を渡していますが、まあ、当然そんなタイムゾーン名はないので、ゾーンインフォノットファウンドエラーを創出します。次に、ゾーンインフォクラスとデートタイムオブジェクトを一緒に使う方法について説明します。ゾーンインフォオブジェクトをデートタイムクラスの TZ インフォ引数に指定すると、そのタイムゾーンを指定したデートタイムオブジェクトが作られます。この例では、日本時刻で2021年2月23日10時
のデートタイムオブジェクトを作成しています。デートタイムオブジェクトを後から別のタイムゾーンに変換する場合は、as time zone メソッドに別のタイムゾーンを表すゾーンインフォオブジェクトを渡します。この例では最初に日本時刻の2021年2月23日10時として作ったデートタイムオブジェクトをアメリカのロサンゼルスの日時に変換しています。タイムゾーンがロサンゼルスのものに変更されているので日時は違う値になっています。続いて、ゾーンインフォクラスとデートタイムオブジェクトのゾーンフォルト属性を一緒に使う方法について説明します。説明しますが、まず最初にフォルト属性が何なのかを最初に説明したいと思います。まず最初に、公式ドキュメントのフォルト属性に関する説明をそのまま引用してみました。こちらをまず最初に読んでみます。0、1のどちらかです。繰り返し期間中の実時間の曖昧さ除去に使われます。括弧、繰り返し期間は夏時間の終わりに時計が巻き戻るときや現在のゾーンの UTC オフセットが政治的な理由で減少するときに発生します。0、括弧1という値は同じ実時間で表現される2つの時刻のうちの早い方、括弧遅い方を表します。ということです。ということですというか、これ見ている皆さんどうでしょうか。これ読んで理解できたでしょうか。これ私が最初に読んだ時の第一印象を言うと、なるほど、わからんという感じでした。で、根本的に私にそのタイムゾーンに関する知識が不足しているのが原因だと思うんですが、調べるにしてもこれどう調べようかなっていうのがちょっと、何をどうしたらいいのかっていうのが途方に暮れるような感じが最初ありました。で、最終的には理解できましたし、それを今から発表するんですけれども、こういう理解が難しい文章を手がかりに調査する方法というのが、皆さんに持ち帰ってもらえる試験になるんじゃないかなと思うので、今回はこの私が調べたプロセスを再現しつつ説明するという趣向でやっていきたいなと思います。で、まず最初に先ほどの文章の構造に注目して文中の重要そうなフレーズを抜き出してみました。もう一度先ほどの文章を見てください。赤字の部分を見てください。この部分をよく読むと、フォルト属性というのはどうやら繰り返し期間という問題を解決するための機能のように読めます。そして繰り返し期間が発生するタイミングとして2点を挙げています。1つ目は夏時間の終わりに時計が巻き戻るとき。2つ目は現在のゾーンの UTC オフセットが政治的な理由で減少するときです。では、次のスライドでこの2点のタイミングが何を意味しているのかを説明します。これらが理解できれば、繰り返し期間が何なのかも見えてくるはずです。では、繰り返し期間が発生するタイミングの一つ目として挙げられている、夏時間の終わりに時計が巻き戻るときについて説明します。まずこの図を見てください。夏時間が採用されている2020年のアメリカ・ロサンゼルスを例にしています。2020年のロサンゼルスのタイムゾーンの変遷を見ていきましょう。ロサンゼルスの標準時間は UTC にプラス8時間した値です。UTC というのは世界標準の時刻で、世界各地のタイムゾーンはこの UTC に何時間か加算かまたは減算して求めます。2020年のロサンゼルスの夏時間は3月8日3時に始まります。3月8日3時になった瞬間に夏時間に変更されます。夏時間は UTC プラス7時間で求めます。つまり時計の針を1時間進めて夏時間の2020年3月8日4時になります。
そして夏時間の終了は11月1日2時です。11月1日2時になった瞬間に、時計の針を1時間巻き戻して標準時間の11月1日1時になります。ここで時計の針を巻き戻すタイミングに注目してください。次のスライドでここをさらに詳細にした図をお見せします。こちらです。夏時間の11月1日2時よりも前には、当然夏時間の11月1日1時が存在します。そして夏時間11月1日2時になった瞬間に時計が巻き戻って、標準時間の11月1日1時になります。つまり、11月1日には2回2時がやってくるということになります。では、この事実を踏まえて、次の Python コードを見てください。このコードでは、アメリカ・ロサンゼルスの2020年11月1日、1時を表すデートタイムオブジェクトを作成しています。先ほど説明した通り、アメリカ・ロサンゼルスの2020年11月1日、1時は夏時間、標準時間で計2回やってきます。では、このデートタイムオブジェクトは標準時間を指しているでしょうか？それとも夏時間を指しているでしょうか？ Python 3.6 未満では、このような標準時間、夏時間を2つずつあるような時刻を区別する方法がありませんでした。Python 3.6 で登場したポルト属性は、この問題を解決してくれます。ここまで一旦まとめます。夏時間の終わりに時計が巻き戻るときというのはこういうことです。まず、夏時間の終わりになると時計が1時間巻き戻ります。すると、1日に同じ時刻が2度現れることになります。デートタイムオブジェクトのポルト属性は、2度現れる時刻を区別するために使われます。値が0なら2つの時刻のうちの早い方、つまりこの例、今回の例だと夏時間を表します。1なら遅い方、つまり標準時間を表します。では、先ほどの Python コードの続きを見てみましょう。ポルト属性のデフォルト値は0です。つまり、デフォルトでは夏時間を表すということになります。そして、リプレイスメソッドを使って、ポルト属性を1に書き換えてみると、今度は標準時間を表すようになります。PyPZ については、ゾーンインプットの違いで説明した通り、ポルト属性には対応していません。ポルト属性の値が何であっても、標準時間を指してしまっています。では、繰り返し期間が発生するタイミングの2つ目、現在のゾーンの UTC オフセットが政治的な理由で減少するときについて説明します。実は、夏時間以外の理由でタイムゾーンが変更されるということもあり得ます。例えば、2011年の年末にはサモア共和国でタイムゾーンが変更されました。これは、夏時間が理由ではなくて、政治的な理由でこのタイミングだけでタイムゾーンが変更されました。この変更で先ほど説明した時計が巻き戻るときが発生する場合は、同じく1日に2度同じ時刻が現れるということになります。そうすると、ポルト属性による区別が必要になるということになります。ポルト属性についての説明は以上です。タイムゾーンについての話は奥が深くて深く探っていくと、ゾーンインフォ自体の説明からどんどん遠ざかってしまうので、今日のトークではこのぐらいにしておきます。もっと詳しく知りたい人は、ダイ・ミクルベさんという方が書かれた、タイムゾーン呪いの書知識編という記事がおすすめです。
では、2つ目の、ゾーンイープのよくあるスケーラーについてお話しします。ゾーンインフォクラスを使う上で注意してほしいのは、Windows 上で使う際です。Windows でゾーンインフォクラスを使うと、タイムゾーン名が間違っていないはずなのに、ゾーンインフォノットファウンドエラーを表示する場合があります。この例外は、ゾーンインフォクラスに存在しないタイムゾーン名を渡した時の例外ですが、今見てもらっているこのサンプルコードだと、アジア東京というタイムゾーン名は存在するはずです。で、上の方の赤枠でかかってもらったエラーメッセージを見てみると、TZ データというモジュールが必要だというメッセージが出ています。このエラーメッセージが出ている場合は、pip コマンドで TZ データをインストールしてください。TZ データはタイムゾーンデータが内蔵されているパッケージで、CPython のコア開発者がメンテナンスしているファーストパーティーパッケージです。では、なぜこんなことが起こるのでしょうか。まず、ゾーンインフォで IANA タイムゾーンデータベースを最初に参照するには、TZIF というファイルが必要です。ほとんどの OS ではこの TZIF ファイルが提供されるのですが、残念ながら Windows では提供されていません。その代わり、IANA タイムゾーンデータベースを扱う独自の API というものが提供されています。その API で他の OS と同様にタイムゾーンデータを参照できればいいのですが、残念ながらタイムゾーンデータそのものを参照する API というものがありません。そのため、Windows でゾーンインフォを扱う場合は、タイムゾーンデータを内蔵した TZ データをインストールする必要があります。この Windows API のサポートを断念した経緯については、PEP615 にも詳しく書かれているので、知りたい人はそちらの URL も参照してみてください。では最後に、ゾーンインフォの周辺知識についてお話しします。これは2点お話しします。まず1点目、ゾーンインフォは Python 3.9 以降でしか使えませんが、もし Python 3.8 以下でデートタイムオブジェクトのコード属性を使いたい場合に、PyTZ と組み合わせることはできません。そんなときは、DateUtil というサードパーティーライブラリーの getTZ という関数で作ったタイムゾーンオブジェクトを使ってください。こちらはポルト属性に対応されています。ちなみに DateUtil は、ゾーンインフォの追加を提案したポール・ガンセルさんがコミッターを務めているライブラリーです。次2点目です。自己紹介で話した通り、私は普段 Django を使っているので、Django でのゾーンインフォ対応はどうなっているのか気になったので調べてみました。まず、もともと Django でタイムゾーンを扱う際にどうするのかを説明します。Django では、設定ファイルに useTZ に true を書いたときにタイムゾーンが有効になります。Django のタイムゾーン関連の機能はもともと PyTZ に依存していて、useTZ イコール true の時に PyTZ を使ってタイムゾーンを扱うようになっていました。それが Django 3.2、これは現時点での最新バージョンです。3.2 からは、従来の PyTZ に加えて、PyTZ 以外のタイムゾーン実装、これはゾーンインフォも含みます。これもサポートするようになりました。さらに、Django 4.0、これは2021年、今年ですね、今年の12月にリリース予定のバージョンです。これだと 4.0 からは、ゾーンインフォの方がデフォルトということになります。そして、PyTZ は非推奨という扱いになります。なので、今から Django で何かウェブサービスを作りたい、かつタイムゾーンも扱うようにしたいと
というふうに考えている方であれば、PyTZ よりもゾーンインフォの方を使う実装にしておいた方が、まあ、後々のバージョンアップの作業などは楽になるんじゃないかなと思います。実際に Django とゾーンインフォを組み合わせている例も見てください。Django.utils.datetime モジュールに属している関数には、タイムゾーンという引数が定義されているものがあります。このタイムゾーン引数にゾーンインフォオブジェクトが渡せるようになっています。最後、まとめます。ゾーンインフォは OS 内蔵の IANA タイムゾーンデータベースを参照してタイムゾーンを扱う標準モジュールです。ゾーンインフォはデートタイムのフォルト属性にも対応しています。フォルト属性というのは、タイムゾーン変更時の時計が巻き戻るときに起こる1日に2度同じ時刻が現れる現象に対応した機能のことです。ゾーンインフォを Windows で使うときは、PZ データという、サードパーティーパッケージ、ファーストパーティーパッケージも必要になってくるので、注意してください。ということで、発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございます。何か質問ある方は、質問、クエスチョンなどをつけて、ディスコードに書いていただけますでしょうか。しばらく待ってみます。まあ、しばらく待ってる間に。登壇してみてどうでしたか？ちょっと質問ですけれども。そうですね。ちょっとまあ、感染対策で、まあ仕方ないとは思うんですけど、ちょっと今、私をオンサイトで会場で発表してるんですけども、個室なんですよね。なんか目の前に人がいるのかなっていうところを勝手に想像してたんで。あ、そうなんですね。ちょっとそういう感じではなかったんで、まあなんか、自分の部屋ではない個室のなんかどこかの部屋で発表してるっていう感じで、なんか謎の緊張感があったんですけど。まあ、なかなかこういう対面でできないところで、こういう話。そうですよね。そういう。ちょっとなんか勝手に期待しちゃったんですけど、まあでも考えてみたらそうだよなと思って。そうですね。で、筒井さんは今回オンサイトで来られたということなんですけど、まあ、はい、他にもう1名オンサイトで、発表されるという方もいらっしゃるみたいなので、まあ、その方も、時間別の時間になりますけど、その部屋を使って来られるはず になっていますね。で、質問の方ですけれども、特に質問的なものは来ていないようですね。そうですね。あとはそうです。ちょっと私がまたちょっと繰り返しになるんですけど、さっきのちょっと待って、また。Python 実践レシピっていう本が来年の1月に発売されますので、ぜひお買い求めいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。というところが。その一番言いたいところです。来年の1月で。ページ数未定っていうのは、まだ納品っていうか、出してないって感じなんですかね。ああ、そう、ですね、まあ、ちょっと言っていいのかな、ちょっと、まあでも、はい、言える範囲ですけれども、はい、具体的に何ページっていうのはまだ言えないんですけど、でも多分、買っていただいた皆さんには満足いただけるような内容にはなっていると思いますので。結構、まあ、さっき言ったように強調なんですけど、結構みんな頑張って、書いたんで、Python ライブラリ実践レシピっていう元になってる本よりは、かなり違う内容になっています。もう、ほぼ違う本だと思ってもらった方がいいかなと思いますので、うん、ぜひご期待いただければと思います。はい。ありがとうございます。それでは、時間になりましたので、筒井さんのトークを終了します。発表ありがとうございました。ありがとうございました。参加者の方は、Discord で発表者に大きな拍手をお願いします。質問のある方は、また直接お話ししたい方は、Discord の Ask the Speaker の当トラックチャンネルに移動してください。Ask the Speaker の
トラックはシャープ、PyConJP アンダーバー4番になります。また、スポンサーによるスペシャルブースもございますので、そちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆様は、スポンサーブースのスタンプラリーにご参加いただけます。ご応募いただくと豪華景品が当たるほか、参加者も用意しておりますので、ぜひご参加ください。